渋谷にて撮影シェラックはアメリカシカゴで結成されたロックバンド。1992年結成。1992年のシカゴでスティーブ・アルビニとトッド・トレーナーの非公式のコラボレーションを行ったことが結成のきっかけ。元々のベーシストはネイキッド・レーガンというバンドのメンバーだったカミーロ・ゴンザレスだったがデビューシングル1曲のレコーディングに参加した後に脱退。 ボルケーノサンズというバンドのベーシストだったボブ・ウェストンが加入して現在の形になる。1993年10月にファーストシングルザルード・ジェスチャー、A ピクトリアル・ヒストリーでデビューを果たす。シェラックは変拍子や反復的なリズム、トゲトゲしいギターサウンド、バース・コーラス形式の型に当てはまらない曲構成。 アルビニとエーストンによる超現実や通列なシニシズムを取り扱った歌詞に特徴がある。アルビニとエーストンは共にレコーディングエンジニアとしても活動している。アナログレコーディングを好み、オーバーダビングは最低限、もしくは行わない方針、マイクの位置や録音機材へのこだわりを共有しており、それらがシェラックの音楽にも色濃く反映されている。ありがとうございます。